沢井製薬 Wonderful Life Brought to you by 沢井製薬。今週は岡本図の浜岡本がお送りしています。ここからは沢井製薬 Wonderful Life、毎週ゲストをお迎えし、家族や仲間、健康、仕事、未来といったキーワードからいろんなお話を伺っていきます。今週のゲストは松本隆さんです。よろしくお願いします。よろしく、松本です。お願いします。はい、ご無沙汰しておりますね。そうですね、はい、はい。以前松本さんの特集号のブルータスで、ブルータス、はい、対談させていただいて、はい、だからそれがもう2年前なんですよ、今確認したら。駒沢のカフェでしたね。そう、駒沢のカフェで、はい、初めてカフェでお会いしてそうですね、対談という形でしたけど、うん、今週はありがとうございます、わざわざ。はい、こちらこそ。いろんなお話を伺っていきたいなと思うんですけど、うん、何でも聞いてください。本当ですか。うん、まずは松本さん、今年で作詞家生活というのが47年って、うん、すごいですね。半端ですね。いや、もうすぐ50周年ですけど。45周年と50周年の間の狭間時期ですね。47年目っていうことで、うんうん、その詩の話もたくさん伺いたいと思いつつ、うん、ドラマ松本隆という側面ももちろんあるわけじゃないですか、うん、中3の時にね。さあ、中3ビートルズがデビューしたんですね。なるほど、うんうん、それはもう激震が走るというか、かっこいいってなって、もう最初からドラムだったんですか。なんかこうギターを経由したりベースを経由したりとかっていうのはなく、自然ともうドラマ。最初ね、なんか割とリンゴスター好きだったね。あー、へー、うん、歌はしコーラスしなかったんですか、叩きながら。あんまりしなかったんですよ、もうドラマーとして、うんうん、へえ、そうなんですか、うん、でその後、まあバーンズの話とかも、うん、エイプリルフールもありますけど、うん、まあハッピーエンドとしてまた活動されるじゃないですか、うんうん、今なおやっぱ名プレイヤーぞろいだと思うんですけど、うん、やっぱその細野さんとのリズム帯とか、うん、そのしげるさんのギターみたいなものっていうのは、当時からやっぱりその同じバンドでもやっぱこの人たちすごいなっていう感じでした。まあハッピーエンドの時はね、うん、あ、エイプリルフールの方がうまかったかな。へえ、テク的にはね。なるほど、うん、あ、もうそれテクニック的なことに関しては、テクニックはエイプリルフールの方が上だったと思う。でハッピーエンドになってちょっとね地味になったんだけど、はいはい、でもまあ細野さんもしげるもすごいうまかったね。うん、僕がねもうちょっと練習好きだったらね、はい、当時からあんまりそんなこう練習しなかった方なんですか。あんまり、うん、練習はあんまり好きじゃなかったか、ね、2人からはいろいろ言われたもんなんですか、うん、当時もうちょっと練習してくれよみたいな。あんまなかったね、なんかね、うん、でもその僕ら見に行ったこう風待ちレジェンドの2015のやつですけど、うんうん、まあハッピーエンドとして、うん、はい、うん、ね、演奏される姿をこう見れる日が来るなんてと思って、うん、でハッピーエンドの曲も叩かれてたじゃないですか、うん、もちろん、うん、もうあの時のこう3人がすごい見合ってるのめちゃくちゃ印象的で、特に細野さんがすごいこう、松本さんをあの人は僕の保護者なんだよね。ああいう場面になるとそうな、で松本がとちんないかどうかもうとにかく心配で、常に後ろを振り向きながら、ね、睨みつけながら、演奏して、で自分は間違えるといういや、そんな、なんかそんな風に、あ、でも実際はそうだったんですね、うん、俺はとにかく、うん、もう自分のイベントだからさ、うん、もちろんね、とにかく間違えなければ、はいはいはい、まあなんとかなるだろうでもハイカラ口のあのドラムソロっていうかブレイクのところももう完璧だったじゃないですか。いや、そう言っていただけると、いや本当にもう僕らはもううわって感じでしたけど当時もこういういわゆる、まあ、アイコンタクトといいますか、うんうん、ああいうやっぱ写真でしかね、うん、もうほぼやっぱりハッピーエンドの当時って映像もほんとちょっとしかないので、
まあ、あれよりもうちょっと上手いと思うよ。いやもちろん。ただその確認できるハッピーエンドっていうのが本当に少ない中動いている、まあ、そうだから、うん、あ当時こういうニュアンスでこうみんなアイコンタクトがしてたのかななんていう感動もあったんですけど、ね、実際その保護者の目があったんですね。まあビートルズもあれだね、はい、ライブとか見るとアイコンタクトしてるよね。そうですよね、うん、そうそう、だからすごいやっぱバンドだって、もちろんバンドですけど、うん、ハッピーエンドは、うん、やっぱ超バンドなんだなと。だ今よりさ、はい、今はすごいあのモニターとかさ、はい、そういうのがものすごい完璧だから、そうですよね、すっごいやりやすいわけ、うん、当時は本当にモニターゼロみたいな感じだから、あってないようなもんって感じなんですか。もうなかったしね、あー、うん、せーのね勘ででもやっぱそれでね、ライブの音源とかも残ってますけど、ほぼそんなような環境で、まあ、ビートルズも本当ビートルズはうまいよ、ね、観客の声でレコードと同じに歌えるんだねえ、いやなんか信じられないですよね。あの歓声でさ、あの歓声っていうかもうキャーってキャーでね、 あの雑音の中でさ、うん、本当に聞こえないと思うよ、ね、え圧巻だと思う。だから、まあ、当時でもハッピーエンドの時代もね、うん、そうだったわけですもんね、うん、すっごいな。じゃあちょっと本日はここら辺で一曲ちょっとかけようと思うんですけど、はいはい、まあ、今ちょっと話にも出て僕も生で見れて感動したハッピーエンドのハイカラ白痴をかけてもいいですか。はい、どうぞ。それでは、ハッピーエンドでハイカラ白痴。お送りした曲はハッピーエンドでハイカラ白痴でした。かっこいいイントロだな、全員かっこいいんだよな。まあ、松本隆さんにこうハッピーエンドの話から、まあ、ここから毎日お話をね伺うんですけど、なんかああいう風なテンションでお話を伺えるっていうのは本当贅沢な話ですし、こうやって改めて聞くとその僕がすごくこう子供っぽいっていうか、なんかもう完全にキッズに戻ってる感じがね、まあでもなんかこうならではのことを聞けたらいいなと思っております。ということで今週4日間松本隆さんにお話伺っていきます。明日は
松本さんの健康法という、もうなかなか他では聞けないようなお話も聞いております。さらに作詞活動でのびっくりエピソードも飛び出します。お楽しみに。